とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。幻の大陸に行く方法をもう一箇所教えてもらいました。以前動画で、この下に見える幻の大陸、あそこに行く方法をやってみました。まあ、行く方法ですけども、ここか、ここ。から、テレポートをしてジャンプするっていう方法と、もう一箇所。ここから、向こうに渡って、この端っこ。こっから、テレポートをして下に行く方法でしたよね。でもこのね、山の上に行くのって、なかなか難しい。ほんとたまにしか到着しなかったんですけども、この山の上に到着する方法が、あるんですよ。まあ、とにかくやってみましょうか。それではやり方の説明ですね。タワーの横に炎があると思います。この炎のこっち側ですね。ここに乗って、若干ね、ここ、炎の横、前ぐらいに行くようにしてください。こっからちょっと移動して、炎の前ぐらい、ここら辺まで、来てください。そして、こっから、横にジャンプします。ここ。これに乗ってください。ここがなかなかね、乗るのが難しいんだけども、まあ、何度か練習するといけるようになると思います。炎の、若干前ぐらい、そこら辺までちょんちょんちょんと移動して、ジャンプすると行きやすいと思います。そして、ここの、端っこを通っていって、で、こっちに向かってください。見えますかね？見えてるよね。で、ここの端っこの方から、上に向かって、ジャンプです。まあ、ジャンプよりも、俺は、テレポートした方が、確実に、つくと思います。テレポートで、真上に、行きます。あ、これ失敗だね。失敗することもあります。ああ、到着しましたね。ああ、行けた行けた。ようやく行けた。タワーの横の端っこじゃなくって、若干手前側の方が、ここに到着するっぽいですね。ここ何なんだろうね。多分、今後のアップデートがあった時に、できる場所なのかな。これ畑かなんか？畑かなんかだよね。まあ、自分でなんか栽培するのかな。で、ここが、まあ、家だよね。家が、こことこの下にもあるから、なんだろう。ユニーク職人とか、金細工職人。そういう奴らがいるのか？いや、わかんないね。まあ、とにかく、この場所が山の上です。で、この上にはね、ちょっと行き方がわかんないんだけども、行けるのかな、この上はね、なんか登れないような気がします。で、こっち側に行って、あ、こっちの方からか。で、こっちに崖があって、ここにはね、乗ることができるんだよね。でもやっぱり向こう側とか、この山の上に上がることはできません。まあ、まだ、ここは完全に実装されてるわけじゃないので、そう自由に動けることは、できないんですけども、何ができるんでしょうか。わかんないね。あ、ここの山の上登れた。まあ多分、おそらくだけども、今後のアップデートで、この場所使われるようになるのではないでしょうか。はい。では、今日はですね、コメントありがとうございます。幻の大陸に行くもう一つの方法を紹介してみました。まあ別に行けるからって何もないんですよ。今のところは。でも、こうやって行けるよっていうことは一応覚えておいてください。何か役に立つかもしれません。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。